3、2、Hello everybody! Welcome to Hot Wave! Hot Wave の小畑あつこです。ベリーズのチャップなんでしょう。なんだよ、今なんか誰かの声が聞こえたから、やっちゃいましたね。ベリーズのチャップ、国語辞典の布のとこに載っています。はい、パクでーす。今日もよろしくね。よろしくね。今日スタジオがいつもちょっと違う雰囲気だけどね、新しく行こうかなと。なんか今日のメニューっていうのはまたいろいろとね、はいはいはい、たくさん豪華なミュージシャンが来てくれるってことも、ね、ありますね。コメントなんかもいっぱい届いてますね、今日ね、ホフディランとね、パラノイアからのコメント届いてますね。はいはい、お送りしたいと思いますけど、あとね、ラマーの新曲なんかもお送りしちゃうというラマーなんだね。ラマーの新曲、ゲストも今日は2組来てるんですけど、今日はね、ジ・オイスターズと、それとですね、ディル・アン・グレイっていう、あ、ディル・アン・グレイ、あのバンドがかっこいい、すぐ近くに来てるんですけどね、非常に珍しい状態になってまして。あ、そうなの。ねえ、あのゲスト以外のお仕事もしてくれてるみたいな。そうなんだ。なんですよ。え、どこにいるの。え、ここ端っこにワイプに映ってるんですけど、え、カメラを映しながらも、あの本番映す前に、あの化粧直すのやめてほしいなっていう。なんで今日はディル・アン・グレイがカメラのスタッフなんだ。あのケーブルさばきさんは、あのカメラさんが動いたら一緒に動いてくださいねっていうことね。今日はね、あ、でもゲストに彼らが来てくれるときは誰がカメラがあるの。いや、カメラさんがやってくれるんですけど。あ、そうなんですか。多分ゲストコーナーの時にはこのことについて触れないと思うんですよ。あえて触れないようにしたいと思います。じゃあですね、こっちが都合なんですけど。じゃあ、ディル・アン・グレイのですね、私、第3に、5、4、3ってカウントしていただきたいんで、それで CM に入りましょうか。なるほど。はい、じゃあお願いします。第3、はい、はい、じゃあお願いします。5秒前、4、3、2、はい、CM。 コマーシャル。はい、振り向いて、はい、2カメさんに向かって振り向いて、はい、CM。 最近この人たちの人気はすごいんですよね。すごいよ、もう飛ぶ鳥を泳がす勢いだからね。捕まえてバシャー、行けよバシャー。そしてコスチュームもなかなかね、こうダークですごいものがあるので、早速呼んでみましょう、はい、半年ぶりの登場です。ディル・アン・グレイの皆さんです。お願いします。よろしく。よろしく。よろしく。書きました。どうだ。あれ、一人メンバーが一人増えて、はい、あ、パーカッションの方がサポートのキーボードの、ホッシーです。もうね、メンバーもどうしていいか分かんないんですよ。なんか、凍りましたね。はい、お友達みたいなのと飲みに行くと、お姉ちゃんにはあんま相手されないんで、こう一緒に出とけば。あ、なるほどね。今ここに出てたことによって、あ、そこんなに仲がいいんだ。そういうことを訴えたかったのね、彼はね。うん、何だったんでしょうね。若い娘好きだから。好きだよね、本当にね。そんなことで、ディル・アン・グレイと言いますと、去年2月に結成しまして、まあ、1年半結成1年半ですね、ということなんですが、ね、まあ、インディーズバンド界でトップクラスね、このメンバー1年半自分にとってどんな1年半だったのか簡単に付け加えつつ、自己紹介などのをしてもらえたらいいなと思います。はいですね。じゃあお願いします。どうかな、今日です。1年間なんかあっという間に終わりましたね。あ、気がついたらもう1年経ってたっていう。あ、うん、はい、そしてお隣はギターのカオルです。はい、そうですね、本当にあっという間な感じで、実にね、僕らがどこまで来たかとかも全然分かってないし、今でも1年前とあんま変わってない感じがするんですけどね。東京来ても全然相変わらずどこも分からないし、そんなに経ったのかな、1年って早いような気もするんですけど、1年も経ったのかなっていう感じがしますね。はい、そして大さん。はい、あ、どうぞ。何、あ、自己紹介と、あと1年の大です。そう、やっぱ早かったよ、東京来てちょうど1年ぐらいですけどね。でもあんまりやっぱ東京のいろんなとことかあんま行かないんですけどね。東京タワー登ったことありますか。東京タワーは修学旅行で行ったことあるんですよ。東京はいいですよね。
あ、ありましたっけ。ブランクザッパだっているんだから。はい、そしてベースのクシアです。振り返ってどうですか。年取ったかな。いや本当一年が何年も感じてるんでしょうか。毎日起きるのが辛いんでしょうか。え、どんなところに年取ったって思うんですか。朝がしんどい。それは疲れてる。おかしい。はい、そして深夜さん。ドラムの深夜です。あっという間でした。ありがとうございます。早いんだよ。私この前ショックウェーブ夏の陣でカオルさんとダイさんにねインタビューをさせていただいたんですけど、やんないと野外行けない。2回目あんまりやらない。飛んでやらないですね。あんまり好きじゃないですか。やらない。いや、そのことはないですね。あんまり機会がないというか。普段日に当たったりとかあんまりしないですね。そうですね。すごいお客さんがあんだけの人数だったのが初めてだったんで、で、これ先輩のバンドの人がいっぱい出てて、その中でまあ時間が少なかったんですけど、まあどんだけできるかなと思ったんですけど、結構反応が良くて良かったなと思うんですけど。そうですよね。でね、はい、8月3日4日なんですけどね、3日4日と中野サンプラザのワンマンライブを終えまして、8月12日に待望の新曲アイル、こちらが出ましたね。これはどんな感じの曲なんでしょうかね。アイル第3そうですね、まあ俺らにしたら聴きやすい曲ですよね。聴きやすい曲、聴きやすいと思うんですよ。で作詞は京さんですよね。はい、京さんですよね。ごめんなさい、京さんちょっと触っていいですか。なんか可愛、はい、くてこの人なんか。こんにちは。いや、何がこんにちは。可愛いのなんかこう。言って言って遠慮しない、遠慮しないでこう、ここの顔持ってこう。パンって。なんかお逃げさんみたいなと思うね。はい、じゃあ真面目な質問します。京さん作詞は京さんですけど、すごいこうなんか綺麗な詩っていう感じですか。今まで書いてた詩って結構グロい感じの詩ばっかりで、今回はちょっと綺麗なラブソングとかじゃないんですけど、まだ結構一般の人とかでもあるような内容、あ、その気持ちわかるなぐらいのやつを書いてみました。どんな恋愛したいですか。あんまり楽しい恋愛したことないんで。マジ。じゃあ逆に楽しい恋愛したい。でも今までと違うことをやってもうまくいかないような気もするし、ね、どうしたらいいんでしょうかね。深夜さんってこうテレビで見る限りはすごく静かな感じがするんだけど、なんかすごいメンバーの間のちょっと噂を聞くと、一番やんちゃで一番無鉄砲なんですね。逆切れするんですよ。逆切れ。もういいよって。いいよ、やらなくていいよ。シアさん言ってるよ、それもういいよって。いや、怒らないと出ないですよ。怒ってるよね。いつも怒ったの。いつも怒らせるんです。怒らせるの。誰が。みんな。みんな。あ、そうだ、私聞いたんですけど、カオルさん以外血液型が一緒だって。じゃあみんな何型なんですか。 B 型。京さんも、大さんも、トシヤさんも、シンヤさんもみんな B 型。カールさんだけ何型なんですか。 A です。4人の中に1人いるんだ。もう一ついいことを教えてあげようか。俺 B。 俺 B。 私 O。 え、じゃあ大丈夫ですか。大丈夫ならないとダメですよね。やっぱりちょっとあれ違うなって思いますか。あんまり気にしてなかったんですけどね、たまに、違うかなって思うんですけど、あんまり気にしないようにしてるんですよ。ちょっと今気にさせてあげたいと思ってるんですけれども。なんかね、みんな好き方ってこうわがままな自己中心派的な人が多いんです。典型的な
やつなんですけど、あ、今ちょっと口でね、ヒッて言いました大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですね。川口先生、左足ちょっと見せていただいて、そのパーシャーちょっと見たいんだけど。え、何ですか。せっかくちょっと足がガーゼみたいなのが巻いてあって、すごいかっこいいんですよね。ちょっとこういう感じなんですか、ね、これ真似てね、はい、これポイントで、これがね、ちょっとこういうちょっと破けた包帯を巻いてたりする。包帯じゃないですか、編みタイツ。編みタイツなんだ、白いのも。はい、ジュシアさんはあの この左のなんか手の、あ、これ私大好きなんですよそういうのってなんかやっぱりどこで買ってるんですか。これね、前の子にもらったんですよ。そうなんだ、うん、それでなんかあの演奏したりするとすごくこうなんか楽器がボロボロになったりとかしません。こっちに右手に跳ねると跳ねるけど、左手なら今大丈夫です。人とか傷つけちゃったり、傷つけたい人はいるんですけどね。なんか言われてますよ、言われてますよ。あのどうでしょう。頭に刺して。11月2日に武道館が決まってるって言ったんですけど、みたいですね。来ましたね。緊張したりするの。たまに緊張するんですね。どうしたりとか。歌詞覚えてるからいろいろ考えるんですけど、出たら何も飛んでしまって、飛んでしまって、歌詞は忘れるわ、やったらあかんことするわあんまり良くないんですけど、でももうね、見てたらすごい素敵だよね。テレテレじゃ あ、まあ武道館への意気込みも含めてで皆さんに、まあまあ、最後になるんですけれども、このホットウェーブを見ている皆さんにメッセージをしていただいて、このセクションは締めさせていただこうと思います。はい、頑張ります。はい、武道館頑張ります。はい、頑張ります。結構今シンプルですね。武道館の前に10月に全国回るツアーがあるんで、うん、まあそれをまず見てもらって、また気に入ってもらえたら武道館でもっと過去にないような武道館のライブをしたいと思うんで、うん、楽しみにしてます。はい、じゃあ最後に今日さん締めていただけますか。まあ大きいところとかで、まあ、やるっていうことなんですけど、気持ち的なもんでは昔とか何も変わってないんで、だから別に席があるとか、 なんかそういうくだらないものになんか縛られるとかも嫌やし、だからまあ今まで通り自由に楽しんでもらえればいいなと。はい、はい、ということで皆さん今日はなんかいろんなお話をしていただいて、ストッキングなんかを見せていただいてどうもありがとうございました。はい、また来てくださいね。ディラン・グレイの皆さんでした。よっしゃ。